が樋口です。そして分解者にスプリングの反発力を使うところがこの無人島の特徴です。スプリングを巻き上げると油がピストンの下に送り込まれます。スプリングの戻ろうとする力が油を樋口まで押し上げます。独特の美しい青みのついた和ろうそくの誕生です。磨き器は竹の皮を使います。熱した包丁を使って芯を出します。その何度もろうをかけることからかけるとも呼ばれるろうそく作り、まるで年輪のようです。そして温度の確認、仕上げには上掛けろを使います。
その空気の流れ、そしてフレームスプレダーが上ってきた空気を四方へ広げ、炎を広げながら燃焼を助けるのです。これがフレームスプレダーです。石油の消費量は多かったのですが、非常に明るく作りもしっかりしていたため、日本でもかなり多く使われました。